岬の前景エスタカデ、バレス岬は、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県マニョンにある岬。ビスケー湾と、北、大西洋の境界に面している。北43度47分38秒にあり、スペインの最北端地点である。エスタカデ、バレス岬灯台、エスタカデ、バレス岬は、北、大西洋とビスケー湾を隔てている。 年降水量は2500ミ、mm、リメートルを超え、ヨーロッパ有数の降水量を持つ地点である。この気候条件によって固有の生態系と生物多様性が育まれ、スペイン政府によって自然保護区に指定されている。フェニキア人の時代の港や塩漬けを工場の廃墟があり、現在は観光客に公開されている。1850年に建設されたエスタカで、 バレス灯台はフェロル港の管轄で現在でも稼働している。かつてスペイン海軍が使用していた信号所の建物があり、現在はホテル兼レストランに改装されている。第二次世界大戦ではドイツの潜水艦がエスタカでバレス岬の沖合に沈没した。生き残った一人のドイツ人将校は潜水艦の沈没記念日に毎年この岬を訪れている。 彼の死後には異界が、岬から海に巻かれた。ありがとうございます。